2023年度の岩手大学クラフトビール部の活動報告を始めます。まず、事業背景です。現在の国内における農業の問題として、基幹的農業従事者の高齢化による人手不足と、それによる農地面積の減少が挙げられます。また、作物によっては輸入に依存してしまっている現状があるため、限られた人的資源で、それらの国産化を進める必要があります。そのため、これらの課題を解決するには、少人数で大規模な農地面積を管理し、 輸入割合の高い作物を栽培する必要があります。その両方の解決策となり得る作物がビール麦であり、私たちはその課題解決のため日々麦の国産化に向けた取り組みをしています。今年度の活動を通してビール麦の国産化を進める上での課題を4つに絞ることができました。前半はそのうちの3つに対して、今年度取り組んだ内容を紹介していきたいと思います。 ビール麦の研産化を進めるためには、県内で出生産から商品化までの工程を完結させる必要があります。しかし、まずは独立したそれぞれの組織をつなぐ必要があります。その達成を目標としたものが、つなぐビールプロジェクトです。ここでビール部がハブ組織となることで、東北農研や花巻のグレーンシーズさんをはじめとした各事業者を含むエコシステムの形成が可能となり、出生産やビール麦の品質向上につながりました。しかし、課題も生まれました。 ビールの製品化には製爆という無の加工工程が必要となります。しかし、現在国内における製爆設備は、大手ビールメーカーの大量生産を目的とした大規模なものと、零細企業が自作した小規模な設備の2種類しか存在しません。そのため、域内でのビール無理生産に適した規模の製爆設備がないことが課題となっています。将来的な製爆設備の導入のために、12月に製爆を依頼している栃木県のサントリーモルディングさんにて、製爆設備の金額を行いました。 今回の金額で、製爆の依頼には12トン以上の委託が必要であることと、加工可能な爆画は2種類のみであることが明らかになりました。ビール麦栽培による有給農地の利活用には、より多種の麦を製爆する必要があるため、域内への製爆設備の導入が必要であると考えられます。製爆導入の実現可能性としては、現在国内で国産ビールやウイスキー、地元産の爆画の需要が拡大していることから、それらが後押しとなって十分に可能であると考えられます。 定枠拠点としては、ビール部が活動している芝町で、廃校になった片寄せ小学校を考えています。これらの活動のほか、昨年に引き続き、県内の農地でビール麦栽培を行いました。今年度も芝町と陸前高田にてビール麦栽培を行いました。創作付け面積は約3.5ヘクタールと岩手県最大の農地面積となり、芝町での農地活用のリーディングプロジェクトに認定されました。 また、東農市と雫市でホップ収穫のお手伝いに参加し、取れたホップは今年度のビールに使用されます。今年は3月6日よりビールの発売開始となります。今回からビールで、瓶での販売となり、消費が農地保全につながるので、ぜひお買い求めください。